目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日はドクロックを使います。このドクロックというポケモン、現環境の使用率トップ近伝であるザシアンとカイオーガを1匹で完封できる性能を持っていることに気づいてしまったので育成してきた。まず特性の乾燥肌により水技が効かないので、カイオーガの潮吹きなどの水技は全て吸収します。でこの乾燥肌という特性はそこそこ有名だから警戒されると思うんだけど、近伝ばかり使って種族地で目が曇っている現環境のポケモントレーナーたちは乾燥肌まで読んだところで思考が止まってしまう。そして思い至らない、ドクロックがカウンターを覚えるということ。そう、このドクロックは乾燥肌というワンギミックをおとりに使い、それを回避したと見せかけて真の狙いは裏から出てくる物理アタッカーを強制破壊すること。しかも相手の素早さを下げながら攻撃するローキックとかいう格闘技も一致で打てるので、サイクル戦にも貢献できるという汎用性。まだまだポテンシャルの高いマイナーポケモンで溢れてんね、ガラル地方は。行きましょうか。マッチングしました。ロンさんお願いします。ザシアンカイオーガのテンプレートにジガルデ、シシガミ、ゼクロム、イベルタルという舞台なんだけど、カイオーガから入ることの出し負けがまずね、いやこれカイオーガから行くわ。でドクロックは相手のま物理、それからカイオーガをメタルために選出していきたくて、であと1枚はそうだな、ゼルネを通せたらでかいな。ザシアン以外にはゼルネの通りがむちゃいいんだけど、相手のシシガミに積まれた時にどうしようもなくなるから、いやそうだな、だシシガミ重く見るんだったらネクロズマを選出したくて、いやでも俺の舞台にシシガミが来るかというと、そこまで通りが良くないから多分来ないと思うのね。と考えると白バドの方がいいか。白バドで行っちゃおっか。さあお相手の初手はゼルネアス初手来るの、マジで言ってんのかってことだぞ。これジオコン積んでくる？これカイオーガお前にジオコンを積めるほどの耐久力ってシシガミないと思うんだけど。で相手の方が遅いということもこの特性の起動順からわかると、いやーこれ普通に潮吹き打つからね一旦は。いやこれむちゃくちゃ耐久に寄せてないと耐えないぜ。いや耐えないんだって。これ何がしたいんだろう。ゼルネアスといえど、いやあの潮吹きは受からないんで、基本的にね、めちゃくちゃ耐久に特防に厚く育ててないと受からない。でゼクロムやろ。ここはまあ一旦引きたい気持ちは山々なんだよね。いや俺これもう海洋が雑に扱う、数的有利作れてるからここ屈しねえわ。大魔だもんね。オッケー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 。さあ次やな、ドクロックをどう扱っていくかだよな。さあ潮吹きでしっかりといいダメージを与えて、でこいつの持ち物見るか。ジェットを打ってくる。いやこれジェット耐えるぞ。ジェット耐えて、でこの大ジェットの意味はちょっといまいちわからねえんだけど、まあ、俺の裏、まあ、例えばあれか、あのゼルネアスとかが俺の裏にいた場合は S 上取っとかないといけないしっていう話なのかな。これまだ同速ね。相手が純速以下だったらまだ俺が上を取れるが、相手が最速の、ゼクロムという情報が分かった。でこれでこれ何がでかいって、つまり意地っ張りの A 特化じゃないから火力がそこまで高いわけではないっていうことなんだよ。だから、まあ、フィールド補正があるものの、うわどうかな。いやこれ、いやこれドクロック温存でいいと思うんだよね。これ白バドにしようぜ。白バドで、まあ、大ドラグーン打たれちゃうと思うけど、相手海洋ガニ2ターン大魔ターン使ってるから、だから大アイス打ってはするけど、じゃあ大アイスを打つべきなのかというと、まあ、それまた微妙なラインではあるよね。これトリックルームね。大ドラグーンとか襲いかかるだろうけど全く問題ね。うん、まあ、A が下がっちゃうのちょっと嫌だけど、いい耐え方ができるわけよ。弾でもなかったしね。でまあこれは第3打打ってこんかったのは、まあ普通にちゃんと白バドのことを信用してるというか、白バドの耐久ラインをしっかり見極めてるがゆえの行動だと思うんだけど、これブリザードランスでいいんだよな。あ、ランス通った。いやこれは倒せますね。 A が1段階下がってるとはいえ、いやこれ天候をあられにしたくなかったんだよね。はい、いける。これで A プラマイゼロで、ラストワンと 2V1 の構図、トリックルームまである。まあ勝てると思うよ。ザシアンだ、相手のラストはザシアンだ。これはダイアースでいいんじゃないかと思うけどね。この耐久ラインあったら、あの居住山一撃耐える可能性は高いし、まあ、ドクロックで、まあ、ドクロック圏内には絶対入るから、まあ、これで勝つと思うけどね。で相手の耐久ラインによるけど、ダイアースで多分倒せない。
ダイアースはね、まあ、耐久ムブリザシアンを乱数なんだよ、割かし高乱数で落とせるんだけど、まあ、耐久に振られていると基本的に確定で耐えてきます。ダイアースはそうだよね、そうだよね。で、まあ、ある程度耐久に少なからず回してるザシアンっていうことが予想されるから、だから、まあ、A を削ってるか S を削ってるかや。 A を削ってればこの居住山をリリバの見込みで耐えるし、 S を削ってるんだったら電光石火があると思うからどのみち縛られる気がする。これは落とされていく、落とされていくと。で、この耐久ラインからザシアンについてはさすがにローキックで倒せるよな、ドクロックの。さすがにローキックで倒せると思うんで、ローキック打ちたいんだけど、そんなことないかな。カウンターの方がいいか、カウンターの方がさすがに無がいいか。ローキックで何かの間違いで耐久に回してて落とせんかったらほんまに気色悪いから。サイコファング、これ4倍弱点ね、4倍弱点なんだけど、よかったわ、ちゃんとした打点持ってて。さあ、カウンターの餌食になってもらいましょうか。対戦ありがとうございました。これドクロックがいようといまいと誰でも勝てた試合だった気がするんだけど、どうだ。マッチングしました。ユーユーさん対戦お願いします。ビクティニ、ディアルガ、ザシアン、鋼上3枚いるな。で、あとはホワイトキュレム、そしてイベルタルという舞台なんだけど、鋼がむちゃくちゃいるから、だからゼルネアスとかは出しづらい。特に上2枚をしばくために海洋画は絶対必要な駒で、ドクロックもなんならそこに1枚噛んでもらいたいぐらいの話だと思ってて、下は、下4枚についてはゼルネアスでなんとかなるんだよな。いや、これもうこの3枚でいくわ。多分なんか上の方が特に役割持てなさそう。いや、ビクティニから来るけど、これ海洋画まで呼んでるとしたらスカーフ命がけビクティニな気がするんだよね。タスキかのどっちかでしょう。海洋画との11交換だったら別に、ちょ、一回潮吹き打つわ。もうこれシンプルに行こう、すべては。ほら、もうなんかスカーフ命がけじゃないから、もう絶対的に正解だ、これで。で、タスキ型ってことは、でもこれ特に打点がないんじゃないのか、俺の海洋画に対して。いや、もうそれは一番きめえわ、おめえがやってることが一番きめえ。うん、まあでも一応その早いポケモンに対しての電磁波だからまだよしとするか。ワイルドボルトもしっかり持ってるけど、まあこれで自主退場ってことでしょう。はいはい。まあただこれでこだわってるのがバレてるんだよ。海洋画の方がビクティニより本来は遅いからね。だからこのまひってるかつこだわってる状態を裏のポケモンに起点にされ始めたらめんどくさいぞ。まあホワイトキュレムだったらここ多分フリーズドライを打つ以外の選択肢がないんじゃないかと思うんだよね。潮吹き打っちゃおう。ここで竜の舞とか詰まれ始めたらもうちょっと知らん、知らんけど、そうなると物理型ってことだから、だから裏のドクロックで倒す。おー、ね、なんでここ大魔なんだろう。こだわりだからこだわりたくないとか。ホワイトキュレムの環境の所持率の高いアイテムとしては命の玉、こだわりスカーフ、突撃直帰あたりが有力か。いや、これ物理じゃねえの、これ物理ってことじゃねえの、これだとすると。いや、でもだとしても大アイスは一撃は耐えるんだよ。玉か、うわ、玉大スチルになると、大スチルじゃねえ、玉大アイスになるとゼルネ耐えるか際どいな。まあ、言うてゼルネアスを出してやるしかないな。いや、これでも多分ジオコントロール無理だよね。ジオコントロールを積むほどの猶予はないと思うんだよな。いや、でもそこ通さないと、いや、ごめん、ちょっとこれ弾だろうとなんだろうとそれを通さないと普通に勝てないから、ここジオコン積むわ。さあ、ここ、いや、大合図だけど、まあ、耐久に寄せてるからさすがに耐えると思う、思うというか、あの、耐えないとも意味がわからねえ。オッケーオッケーオッケー、これで耐えてジオコン詰めたのはでかいぞ。こうなると、大ウォールがあったら一応大魔枯らされる可能性が、大魔じゃねえわ、あられダメージで削り飛ばされる可能性あるかな。今 HP が35だけど多分大丈夫だと思うんだよね。で、なんならこれ特防を後ろから上げてるから、だから最大打点が今特殊の大アイスなんだとすると、ドレインキスで HP 回収すれば普通に受かる説がある。な、この火ダメ次第。だが、あ、これ1残るわ。今15だったもんね。これドレインキスが大正解じゃない？大ウォールにかけてこない。
あー、いい、これ多分相当吸収できる HP。 おおーい、ほぼ全回収で、これはまあ、あの特殊前提だけど、ほら特防が2段階上がってるから完全に受け切れていく。いや、これやっぱね、ジオコントロールっていう積み技がほんまにチート級に強いと思う、マジで。で、ここはドレインキッス大安定で、上からキュレムしばき転がして終わりで、で、ラストワンがザシアンだったら、まあ、大概勝ち。大概ね。で、それ以外だったらまだわからんって感じか。はいはい。いや、いいぞ。いってか、ゼルネ、やっぱジオコントロールってほんまに壊れてるよな。ただまあ、言うてこの環境、ザシアン環境だから、だから別に、この壊れ技がそこまでゼルネアスを環境上位に押し上げていないのは、いかにザシアンが害悪ポケモンかっていうことの表れだぞ。イベルタルだったらこれもいよいよ勝ちじゃね？もうこれなすすべないでしょ。あ、これ勝ちだ。これは、当然大フェアリー。いや、降参だけは絶対にしないという強い意志を感じるんだけど、これなんだ？何がしたいんだ？不意打ちでもない、なんか押しミスとかにかけたのかな？対戦ありがとうございました。獅子神強すぎる。マッチングしました。ゆうきさん対戦お願いします。海洋がグラードン、ディアルがマーシャドウ、イベルタルザシアンという舞台なんだけど、ネクロズマとかから入りますか。ネクロズマから入ってのドクロックで、まあ最悪もうあのイベルタルと対面した場合はネクロで初手ダイマキルみたいな、あ、またはまあネクロ切ってゼルネとかは、いや、きついな。で、マーシャドウが来ると思うんだよね。まあ、シャドウ来ると思うんで、まあ、グラードン選出するか。さあ、お相手はザシアンから脳死で投げてくるスタイルをしているんだけど、まあ、これは、もう、さすがに、何度も繰り広げられてきた対面であろうし、この対面がザシアンが不利っていうことは理解してると思うので、まあ、噛み砕く持ってるザシアンだったとしてもきついと思うんだよね。一旦トリックルームを展開したい。すべてはそこからだ。もう、マジで意味がわからねえ、そのインファイト。それで なんとかなると思ってんの？ゴリ押しが効くと思ってるのかな？いや、ここね、耐久が下がったところで、ここ、その、鋼技では、メテオドライブでは倒せはしないんだけど、ただ、いや、インファイトもう一回耐えるっていう風に踏むべきか。いや、その、イベルタルに、その、自信をすかされると一番くだらないじゃん。自信でいいか、一旦。いや、ほら、もう、こういうことばっかりだから、こんなもんね、もうなんか読んだもん負けみたいなところあんじゃん。こういう脳死でザシアンで突っ込んでくる輩を前にさ。マジで、こうやってなんか、あの、深読みして、なんかその、確率の低い負け筋をケアすることで、目の前の、あからさまな勝ち筋を取りこぼすっていうことがむちゃくちゃあるんだよね。で、イベルタルいることはいる。でも、ここは相手多分もう大魔だと思うんだよね。いや、これもうダイスチル行くべきか。ダイマ切れば、まだ、ダイアーク耐える可能性あるもんね。弾じゃなければ。ダイスチル行くわ。まあ、ダイマだと思う。不意打ちだったら一番安い。一番楽に弱砲起動できるけど、まあそうなるよな。ダイロックを素直に打てばよかったかな。イベルタルの弱砲、稀に存在するからな。ダイスチル。まあ、これね、特防を上げながら殴れたら楽なんだけど、ダイスチルじゃない、ダイアース効かないからね。まあいいダメージは出てる。そこそこのいいダメージは出てて。ジェットだ。いや、これは甘えてきてるな。ダイアークの圧力を前にネクロズまでダイマ切れるわけがないっていう風に判断したか。熱い熱い。いけるぞ。弾。うん。これはね、ここでダイロック見せちゃいましょう。さすがにダイロックの方が入る。で、トリックルームはまだワンターンあるから、ダイウォールを絡めても一発、技受けないといけないぞ。一発お前は、大魔技をもう一回食らわないといけないからな。うわ、その心の準備はできたようだな。俺多分倒せんか？いや、弾圏内だ。弾圏内。これは弾圏内だぞ。いける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 。ただ、ちょっと待って、これでも、アークなんだ。大バーンで天候取られたら、とか思ったけど、考える必要なかったね。いや、ただ、いや、一番の問題は、ここあのドクロックの気合のたすきがこの天候の砂嵐によって欠けちゃうっていうところなんだよね。あ、いやイベルタルといちいち交換した日食ネクロはマジで偉い。
てかザシアも持ってってるから実質2枚持ってってる日食ネクロはほんまに偉いぞ。歪んだ時空がこのターンで戻ると、ここはグラードンから入ろっかで、最悪あ、海洋ガヤ海洋ガヤ、これはさすがに潮吹き打ってくるでしょう。さすがに潮吹き打ってくるやろ。だから天候取れちゃうんだよね俺が。雨降らしが、そう、これは素早さが速い方から順に天候を取ることができるので、天候の取り合いのみ、まあ、素早さが遅い方が得をするということになるんだけど、いやこれさすがに水技打つかな。だって冷凍ビームだったら絶対耐えるぜ。断崖の剣を打ってからのドクロックの技で倒して終わりなんじゃない。あ、冷凍ビームだったわ。じゃあこれ変に交換しなくてよかったな。いや凄まじいダメージが入ってしまうけど、しかし断崖の剣で倒せはしないと思う。いやこれまあドクロックで勝ちでしょ。いやこれ一応電磁波打っといた方が正解だった説はあるけど、さすがにこだわりっぽいよな。こだわりだと思うわ。まあだったらどうなんだろう、ドクロックから出してとか意味ないよね結局。だっていや違う、ドクロックから出したら最大打点が雷になるから、雷でこだわらせてっていう役割が持てた可能性があるのか。あ、まあちょっといろいろここの出し方は一向の余地があったっぽいけど、まあいいかな。ちなみにこれは天候が晴れてるからコール心配はないっす。対戦ありがとうございました。まあ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 、ドクロックもうちょいちゃんと活躍させてやりてんだよな。マッチングしました。ジャロメさん対戦お願いします。もうザシアンは全員使わないといけないっていう法律があるようだなこの世界には。イベルタル、クロバド、海洋がゼクロムという舞台、あと無限ダイナを言い忘れてたか。あとネクロスマを選出するとしたら、まあ、イベルタルを選出してネクロに強いイベルタルとかクロバドとかを牽制していきたいんだけど、まあ、そうすれば一応ドクロックで海洋画を見るっていう相性補完が取れるのか、ネクロから入るか、でもなんか無限ダイナとかから入られると結局、いやまあまあそれでいいか。ネクロイベルタルドクロックでいいんじゃないの。なんか理論上それがハマる気がする。お相手は無限ダイナから入る。うわ色違いじゃん。みんなもらったか、ちゃんと色違い無限ダイナ。さ あこれはフォトンゲイザーないから、まあ、相手に対して打つ技が自信になってきちゃうんだけど、これと、まあ、素直になんか火炎放射とか打ってくれれば割と話は早いものの、なんかそうでもない相手だと思うんだよね。でネクロの HP は絶対的に大事にしないといけないと思ってて、と考えるとここイベルタルバック1回挟みたいかな。え、無限ダイナを引っ込めるってこれ何？イベルタルが湧いて出たぞ。あーまあじゃあ、まあ確かにな。まあ最近フォトンゲイザーやら、そのあたりのエスパー技の採用率が低いことまで考えると、まあてかエスパー技すら効かないから、自信だったとしてもエスパー技だったとしても完璧な相性補完が取れてんのか無限ダイナとイベルタルって。了解。これはまあちょっと相手が物理だったらめんどくせんだけど、まあ、物理アタッカーは相手しっかりいるから、なんかまあ多分普通に特殊なんじゃないかな。バークアウトから入りましょう。うわ、大巻きってきた。これは、なんか本当は物理でしたってなったらめんどくせえからやめてほしい。まあ、これはもう初手のダイジェットの火種でわかるね。こいつが物理か特殊かは。相手の方が早いでしょう。ダイジェット。さあ、どの程度耐えるか。物理だね、これはね。そうなってしまうのであれば、いや、これ物理断定していいと思うんだ。だから、まあそうか、確かに。まあそれでちょうど半々になるか、物理と特殊が。じゃあデスウィング初めから打つべき。まあ別に そんなに確定数変わらないけどね。そう、これね、ダイスチルがあるってことはこれ物理確定なんだよ。これね、鋼の翼ベースのダイスチルね。普通のエースなのかな。ドクロック出すんだけど、まあここでカウンターで仕留められなかったら結構きついと踏んだ方がいいかな。S を落としに行くローキックはあんまり意味がないから、もうここカウンター一択。
大ジェット、これはまあ物理だと思いますけどね。これなんか特殊で両刀のデスウィングベースの大ジェット打ってきてるとかだったらむちゃうまいと思うけど、まあこれでまず倒せんじゃねえのかな。玉ダメも入ってるからギリこれ落としきれんか。あ、いった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 、あ、いった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 、いったぞ、いったいった。オッケー、これで一応まあ物理イベルとかいうめんどくせえやからもしっかりと処理しきって、これザシアン無限ダイナとかだったらこっからまくれるまであると思うんだけどな。うわ、ゼクロムなんだけど、ラスワン。ここ龍舞積むってことかな。毒好きとローキック、まあ、別にどっちを打つ意味もそれほどないんだよな。毒好きでいいか、毒好き打っとくわ。まあ龍舞打つよな、そうだよね。まあただ A 特化毒ロックだから、まあいいダメは与えられるはずだと思ってて、あ、いいいいいい、まあこうなったらさすがにもう次殴ってくるんじゃない。ダブルウィングを打ってくる。ダブルウィングを搭載しているゼクロムがいるにもかかわらず、カウンターを透かすためにイベルタルでダブルウィングを打つという手は取れなかったようだな。でこれね、こっちに対する最大打点雷撃なんすよ。雷撃 85% にかけてくるかどうか。で片やさすがにダイアースで倒せると思うから、まあ雷撃でまひったりしなければまずいけると思う。で弾でもないってことは多分弱砲こいつが持ってんのかな、どうかわかんないけど、しっかりと耐えていくのは自慢の耐久ラインで、麻痺ないのも偉い。あー、これマジいったんじゃねえの、いったんじゃね。実際これはもうこっからダイアースを打たない理由がないから、ダイアースでまくりにかかるぞ。でこれで上からダイアースで特防1段階上げておけば、まあ、無限ダイナがよほどなんか激ヤバなこだわりメガネ型とかじゃない限り火炎放射とか耐えるようになるはず。まずこれ落とすところから始めたいが大丈夫。いや、これマジでまくったんじゃね。多分ね、無限ダイナの耐久ラインから考えてダイアースでワンパン無理なんだよね。ダイアースでしばき転がすにはさすがにちょっと火力が足らないわ。どうだろうな、ゆうで日食ネクロ、まあ、攻撃種族値相当高い方だけど、言って、まあ、無限ダイナの耐久ラインもそこそこあることを考えると、まあ、不一致の弱点技をついた程度で沈むような生半可な耐久じゃないと思うけど、これ上から2回特防上がるから多分さすがに落とせるんじゃない、落とせるというかダメ取れ負けないんじゃないのかな。あ、やっぱそうだよね、倒しきれないのは、まあ、なんとなく知ってた。でダイマックス砲、火炎放射あたりが候補になってくるが、うん、これをこの耐え方をする日食ネクロの耐久ライン素晴らしい。で絶望の弱点保険とともに相手の敗北の結果を知らせる鐘の音が聞こえてきたこと頃であろうか。対戦ありがとうございました。イベルタルをちゃんと大魔ごとぶっ飛ばしたドクロック偉かったろうよ。終わり、ちょっと今日ここまでや。あんなドクロックの乾燥肌がちゃんと警戒されるんだよね。こんなマイナーポケモンの、しかも一般ポケモン なのにもかかわらずちゃんと海洋画が選出されてこなかったり、まあ、乾燥肌をケアした立ち回りされたりして、まあ、海洋画をかもるっていう役割は結構できなかったね。ただ逆に言うと、まあ、そこまで見透かして結局そのタスキカウンターまでは警戒されないっていう、まあ、俺があの当初計画した通りのなんだろう、その相手の思考の隙っていうのはつけたんだけど、まあ、言うて受け出して処理できるわけではないから物理アタッカーに対して、まあ、だからちょっと役割が相当制限されることを考えると、まあ、この環境において輝けるポケモンではないのかなという評価をせざるを得ないね。あと天気悪すぎ、悪魔が1000匹ぐらい降ってきそうじゃない？ヤクザとかっていう感じかな。ごめんなドクロック、お前はちょっと環境を変えてまた活躍しような。ということで、俺のドクロックの育成論は概要欄に載せておくから、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。